お疲れ様です。ロットです。というわけで、今日もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらの、ディガポイロケットデッキですね。はい、懐かしの、こちらのデッキをね、やっていきたいと思うんですけど、もう、ね、比較的にこう、ずっと、施設プラス、まあ、他の、このユニットで守って、まあ、スペルだけでね、削っていく形です。まあ、ディガもね、あるんですけど。はい。で、今まで、このベビードラゴンの枠が、アイスウィザード、だったんですね。そうだったんですけど、そこはね、ベビドラになりましたね。まあ、最近マジックアーチャー、まあ、ダークネクロかな、その辺が増えすぎて、まあ、そこに対して、まあ、てか、まあ、マジアーチャーかな、多分主にマジアーチャーに対して、アイスウィズだと、そう、速攻性がない。対応するのに速攻性がないのと、まあ、打ち抜かれやすいっていうので、まあ、ベビードラゴンだと、こう、マジアーチャー始まり出された時にパッて出されたりとか、結構、ベビードラ打ち抜くってね、なかなかちょっと、アイスイズよりも、打ちにきにくいっていう、まあ、ことで、まあ、ベビードラになったんだと思います。はい。で、この施設がね、ボムタワーっていうのも、まあ、ただエリゴレメタです。で、この、対空が、ベビードラゴンだけなんですよね。なんで、こう、ラバ来たら終わりじゃん、みたいな。ラバどうにもできねえじゃん、みたいなのがあるんですけど、そこがですね、なんとこの、ボムタワーですね。ラバに対して、ベビードラゴンと、まあ、言ったらポイズンロケットとかも、まあ、空にね、対応できるんですけど、まあ、できないようなもん。で、ボムタワーのね、爆破がですね、これがね、結構、強くてですね、このボムタワーが破裂した時に爆弾落とすんですよね、こいつ。で、こちらとポイズン打っとこう。で、その爆破って、空にもね、有効っていうわけで、こう、ボムタワーの爆破を、なんかね、こう、いい感じに、こう、相手の対空ユニットとかにやると、そう、結構処理できたり。まあ、ベビードラゴンの範囲攻撃プラス、ボムタワーの爆破でね、相手の対空ユニットをそれ処理したりだとか、っていうのでね、まあ、トルネードでこう、ボムタワーの爆破にこう、全部ユニット巻き込ませてみたいな。なんか巨大スケルトンとか、使う人ってよくするじゃないですか。巨大スケルトンの爆破に、他のユニットを巻き込ませるみたいな。まあ、そういうイメージですね、言ったら。よいしょ。で、ここをちょっと、エリゴレを壊すために、ボムタワーにはちょっと長生きしてもらいたいので、オッケー。こんな感じで、結構防衛はね、硬いんでね。で、ここエリアと取ったんで、ちょっとむずいですね。ここはまあ、ディガーで削っていきますか。コツコツディガーで削って、相手がもしめちゃくちゃユニット固めてきたら、ロケット防衛で、こういう感じでね、こういうユニットには美味しくね、ポイズン削り、はい、やっていきます。このダックに対してベビドラ咲くと、まあ、ライドラとかそう合わせられて、これ、まあ、来るんですけど、このマジアチャね、美味しくいただきます。あ、これもうちょっと左とかやっとけばね、ベビドラも一緒に巻き込めたかもしれないですけど、まあ、ここで一回防衛しましょう。さあ、ここの防衛ですね、問題は。こう、タルババウチーの、これ、あ、ライティングはちょっと厄介。まあ、防衛貼っとけば、正直ね、これ、全部余裕で守れるかなと思いますので、OK! で、ディガーで削りつつ、もう1300なんで僕はまあ耐えれると思いますね。もう防衛ですね。防衛の構え。あとロケットと、まあ、もう一枚ですね。ロケット何かですね。これも確実に防衛ポイズン貼って、こういうマジアチャですね。このマジアチャに対してアイスイザードだと結構やられちゃうんですけど、ベビードラゴンでね、確実に処理できると。よし、これディガープラスロケットで、もう確実にね、フィニッシャーかなと思います。グッドゲーム。はい。というわけで、本当にね、もう、まあ、ディガーと、あとはもう、ロケっぽい。これだけで削るデッキっていうので、ね、結構、まあ、守りが得意な人とかにはね、すごいおすすめかなと思いますね。なかなかこう、攻めるの難しいなっていう方には。まあ、あんまおすすめするようなデッキでもないんですけどね。よろしく!はい。というわけで、やっていきます。このタルババのダメージは嫌ですね。はい。で、ちょっとね、クリスマスが近づいてきたんですけど、本当にクリスマスプレゼントをちょっと悩むタイプで、ちょっとね、苦労してるんですよね。マジで。なんかね、ちょっとだけ、この前かな、外出かけて探しに行ったんですけど、いろいろ見たんですけどね、なんか違うな、なんか違うなを繰り返して、何も買わずに、帰宅したんですよね、この前。マジで何やってんだろうって感じだったんですけど、そうなんで、ちょっと、あれですね、今日はちょっと大体買うものを決めたので、買いに行きたいですね。この後、はい、撮影終えたら、ちょっとね、外出しようかなと思ってますね。
で、まあ外出ついでにつけ麺をね、はい、食べてって感じかな。さっきあの動画撮る前につけ麺、あの何が有名か、どこそこのあの買い物行く駅になんかどんなつけ麺があるかなって調べて、はい、ちょっとねこのつけ麺行きたいなってちょっと見つけたんで、早く僕はね食べたいんですね。お腹すいた。よいしょ。さあ、てなわけで、このねタルババ緊急としてるんで一発しか入らないのと、あのよく考えた時に相手バルーンデッキなんですよね。でバルーンデッキに対して、あの僕はもうロケットもありますし、施設プラストルネードもあるんで、相手は結構こうディガーで削るしかないんですよね、言ったら。なんでも僕としてはもうロケットでね削っちゃっていいですね。バルーン来てもあのボムタープラストルネで正直ほぼ守れますし、ボムタワーだけでもワンチャン守れますので OK。 まあここは、ボムタワーを置いて、まあ、ディガーですね。なんで僕としては正直相手のディガーをどれだけ抑えられるか、これ爆破ダメージもちょっと入れたくないので並んでるけど、こうタルババで守って、このタイミングでディガー来たら美味しいな。あ、来た、美味しい。うーん、頑張りや、持って。で、このポイズンは打ちたくないですね。マスケットがちょっと厄介なんですよね。まあ、ポイズンも打っていいかな。あの、バルキリーがあるんで、正直打ってもいい説ありますね。これバルキリーに、マスケに直当てしつつ、これ今、アイゴレとマスケ咲いたんで、単純にこのベビードラがきついっていうね、ちょっと嫌がらせしていきます。OK。で、こうしっかり防衛して、このね、このボムタワーの爆破ですね。この爆破にこう当たると、結構軽くあるんですね。空振ったっすけど、はい、よいしょ。ここ一回今ディガーを飛ばしつつ、ボムタワーはこの一個内側に置いておくと、バルーンを確実にキング軌道、あ、キング軌道というか、引き寄せられるのと、またディガーにもね反応するんで、この一個内側のボムタワーは結構おすすめでございます。よいしょ。ロゲティーノー、痛い。これ一発ぐらい強要しますか。で、ここちょっとやばいですね。よーく考えた時にちょっとやばい。まあ、ボムタワーで確実に釣って、ちょっとやばいかな。で、これトルネードで確実に吸い寄せて、ボムタワーの爆破、オッケー。で、ここは、まあ、ロケット防衛しちゃいますか。あの、タワーに撃っても終わりだったんですけど、ちょっとね、ちょっと怖かったんで、一回防衛して、一回防衛するんですけど、ちょっと怖いですね。こう削りつつ、これディガープラス、スケルトン裂いたので、相手は。これ結構きついんじゃない？ポイズン打って、あ、うまい、危ない、来た。これトルネードでもう芋ってフィニッシュ。いやー、ちょっとね、はい、まあこういうデッキですね。まあ防衛めちゃくちゃ硬いんでね、あの、まあ、だからこそこう防衛硬いんですけど、こう直接来たね、あの橋渡ってきたのに対しては防衛硬いんですけど、こうあの穴掘ってきたディガーとかをこうどれだけね、そう細かく抑えられるかっていうのがね、結構大事になってきますね。あれずっと無視してると、ディガーって毎回こう、まあ言ったら400、500近くこう削っちゃうんですよね、無視しちゃうと。なんでこう毎回飛んでくるディガーを、まあローリングバーバリアンとか、まあベビードラバルキリーとかで、とかボムタワーですね、あんな感じで一発二発毎回こう少なくすることによって、まあね、勝てるのかなと思いますので、ディガーがねちょっとこのデッキの弱点と言いますか。まあでも、相手がディガポイだった場合は、僕ディガポイロケまであるんで、まあ、そこで相性いいかなと、はい、思います。はい、というわけで、まあマッチングが、まあ、若干ぐらい長いかな。まあマッチングすると思います。で、多分昨日の動画かな、じゃあ今日の1本目ですね。これ2本目なんですけど、今日の1本目の動画で、今日の夜生放送するって言ってたんですけど、すいません。17日からに変更します。なんで17日のまあ夕方、夜ぐらいですかね。はい、生放送多分初めてしますのでね、マルチ動画、マルチ配信、はい、17ですね。はい、17には絶対しますので、はい、そちらね、ちょっと把握お願いします。よければね、見て来て来てください。来た、多かったな。来た、マッチング来ましたね。はい、いきますか。ラスト、これを勝って9勝2敗につなげたいですね。よろしく。さあ、とりあえずね、スタンプから。スミさんだ、スミさん。全然知らないですけど、よろしくお願いします。さあ、いやー、勝ちたいです。ダクネってことは、まあ、ゴレか、最近ね、流行ってるジャイ、高回転ジャイか、ラバーダクネのボムタワー入りとかも全然考えられますね。
これちょっと早かったかもしれないんですけど、本当にごめんなさい、早すぎたかも。ロリババ打ってもよかったかな。あ、ゴレでしたね。え？ゴレだくねまでは分かるんですけど、ゴレにボムタワー入ってますね。最近すごいんですよ。そう、ゴレにボムタワー初めて見たんですけど、ラバにボムタワー入ってるデッキとかも今あるんですよね。だからもうボムタワーが強えっていうのもちょっとあるんですけど、まあその分エリゴレがめっちゃ多いっていうのもありますね。よいしょ。これはね、ゴレをキング起動します。なんでその間のこのベビドラのタゲ取りをこのタルババに任せて、でこれちょっとやばいかな。いや、ディガーで角度調整しつつ、このチビゴレがねちょっと厄介ですね。チビゴレが、あー結局いいボエ、いいボエ。ここはね、ダメージ受けちゃったの、受けちゃったんですけど、まあ、最小限に抑えて、そしてキング起動もできたので、まあ、ここは大きいかなと思います。で、まあ、問題としては、相手のスペルがライトニングだったので、ボムタワーを突破されちゃうっていうのがね、ちょっと辛いですね。相手がポイズンとかだと、結構もう、ボムタワーなかなか壊されないので、相手に。まあ、いいかったんですけど、まあね、このボムタワーもちょっと厄介になってきますね。これロケット打ったらな、ただのアドになるんで、まあ、ボイスもただのアドになるんですけど、削ってきます。で、これ削りでタルババ転がして、2発300近くあるんでね。で、ここをボムタワーを置いて、多分ね、まあ、壊されるんで、2周目ボムタワー回すか、回しますかね。これトルネロケぐらいでワンチャン耐えれますね。トルネロケかな、トルネポイズンでもいいんですけど、トルネロケしてピューンでゴレも壊せて、オッケーなんだけど、待って、これタルババゴレマイとか、このゴレのね小型のダメージ痛いですね。いや、いいローリングと今のは。で、ここのダクネは美味しいですね。タワー削り、はいはいはい。さあ、激アツな対戦が、ここは後ろから裂きつつ、これね端前攻めちゃおうかな。で、そうか、あ、ボムタワーあったっすね。ボムタワー置かれたら一回僕もボムタワー置いてリガーで削りつつ、いや、ここちょっと怖いですね。トルネロケでまとめたとしてもゴレを溶かせないんですよね。削りつつで、そうですね、来ますね。ここはですね、多分守れないのでタワーに寄せます。一発許容して、オッケーオッケーで小型ゴレを、でここロケット打っちゃおうかな。こうボムタワーワンチャン来る。うわ、これ回すしかないですね。で、3倍来い、ロケット回せば僕の勝ち、回らなければ僕の負け。オッケー、来た、ロケット来た。これね、トルネードでちょっと適当に後ろに下げて、待ってー、ライトニング来ないで。あ、待って、ロケットのワラン、ちょっと待って、ミスった。俺の、え、ちょっと待って、これロケット耐えるよね。あー、ちょっと待って、やばい、ワンチャン、あー、ちょっと待ってくれ、これミスった、ちょっと待って、ミスった、ゲーサーミスった、待って、最悪だ、待って、これはね、なんかタルババ自陣に転がしてトルネで下げて、多分カード回ししたんですよね、最後。あれ普通に、待って、476だったよね。普通にディガー飛ばしたら絶対相手コスト、まあライトニング用に取ってて、ライトニングと同時ぐらいだったら、ディガー普通にタルババ転がしたところをディガー飛ばしておけばよかった。待って、ミスった、今の勝ちだけど負けですねめちゃくちゃ悔しい。はい、というわけで今日ね、ディガポイロケ使ったんすけど、まあね、意外とゴーレムとかにも、そう、結構、まあ今のも正直勝てたと思いますので、とかバルーンとかこうエリゴリにもね勝てますので、結構ね、まあ、弱くはないと思いますし、使えるデッキだと思いますのでね、よければお使いください。というわけで、チャンネル登録と高評価の方もね、ぜひお願いします。コメントもね、はい、お願いします。では、17日ですね、生放送多分します、多分でほぼ確定しますので、ぜひ見に来てください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。